極正常問題にアプローチをする際にはですねあの動詞を先に見てあげることが慣用だとがだ思います、まあ、もちろんそれはあの空所のまあこの並び替える選択肢の中でも動詞で言えば「テル」ですね「テル」。であとは「カム」。でまあ助動詞もその意味では結局これって「クッドテル」か「クッドカム」かどっちかにつながるのだろうなというのは見えますしまあその意味で言うんだったら「ノット」だって「 あだったらまあこれって「could not」でつながるかな「could not come」ですか「could not」出るですか?」みたいなものも見えてきます。でもちろん「空所の後ろも大事ですよ。「空所の後ろも大事でまあごめん前後ね前後も大事で「see wrote」となっていますからとなった時にあのこの「wrote」という動詞ってじゃあ後ろは何が来るんだろうなということです。何が来るんだろうなと考えた時に あのライトという動詞ね動詞の原型に戻しますがライトってライト名詞で名詞を書くという形で来ることもありますが場合によってはもうライトだけで文章出来上がっちゃうこともあるんですよ。えー、手紙まあ文章を書く手紙を書くという意味でこれで成立するつまり第1文型の可能性と3文型の可能性があるんです。こここがちょっっっとと意識できななかかかたたら今回難しし思いますそしてて、えー、改めてこの 選択肢見てみるんですけれどもまあ「テルがあって「かムがあるでも「かムってもう第一文型しかないでしょ。ねもっと言うともはや「かムがあるんだったら「えこれ「トゥーザパーティー」とつながるんだから「かむ」「トゥーザパーティー」でいけんじゃねえのっていうふうにもうこことつなげて「あもう「かムってこことつながりそうだなっていうふうに見てもらってもいいかなと思います。そしてザッと,とシーなんですよこの2つがあることによって「あっざっと」説取らないといけないんだろうなっていうところに気付いてほしいんです。 であのなぜあのこれで断定できるのかそれはね C ってあの絶対主語にしかならないわけじゃないですか。ということはここからあの C を主語とした文章を持ってこないといけないでそれをでも文,あの文の後ろにつなげようと思ったならばもうざっと説で名詞化するしかないんですね。そしてもっと言うと動詞の「てる」ですね。動詞のてるって 第四分形を取ることができますが第四分形を取ることができますがこの時にですねこの時にここの B っていうのはこれざっと説、OK、ですよ、ね、はいざっと説を取ることが可能なんですよ。 あの動詞の中でざっと説を目的語に取ることのできるものって決して多くはありませんが、まあ、ざっくりと言っているのは「はい、情報を認知する」「情報を考える」「情報を外へと発信する」「テル」というのは当然この発信系に属することになりますから、まあ、そこであだったらこれはざっと説取れますね。まあ、そこまで見えたならばあとはもうこの「トゥ」の処理だけかなと思います。 がよく考えたらこの文の後ろにつながるもの C ロードで一文形完成してると考えるならばもうこう持ってくるしかないんです。はい、答えはという形で、はい、ここから後ろは不定詞の副詞用法というふうに解釈するんですね。 でまあ一応このテルヒトザット SV という4文献の構造も大事なんですがここで改めて確認しておきたいのがあのそもそもまあ実は C ロートで文章が終わってるってことに気づかないといけなかったそして文章が終わった後文構造が完成した後何かをつなげよう続けようとした時に取り得る後ろの形ってそんな数ないでしょうと一つ目はまあ副詞です 副詞他は全知識全知識プラス名詞ですねまあこれも副詞句と呼ばれることもありますねそして副詞説まあ従属説という言い方もできますが、まあ、副詞説としておきましょうかね接続詞プラス SV のまあ一応接続詞プラス SV としておきましょうかね はい。ま、これも副詞説と言われます。いわゆる副詞の働きをするものを後ろに持ってくるか、もしくはこの副詞説が変形してできた、不定詞・副詞用法か、分子構文この、大体ま、5択ぐらいなんですよ。あの、もちろん応用系入れると、もっといろいろ出てくるんですけども、でもそもそも、あの、この分、完成した分の後ろに続けようと思ったら、副詞か全知識か、副詞説か、不定詞・副詞用法か、 分子構文というふうになってきますのでここでこのトゥーテルというふうに不定詞を持ってくる可能性というものにはちゃんと意識を向けておいてほしかったというところがあの実はこの C ローとで文章が終わってるとするならばあ不定詞かというふうに気づいてほしかったところなんですね。まあ、ちょっっとと頭に置いいいいいてもらったらたいいかなと思います